ラットは世界に広く分布するコイカの小型の魚である。ラットはスカルディニウス族の総称でもあるため特に本種を指す場合はコモンラットと呼ぶ。外洋域や淡水に住む低生生物でヨーロッパから中東にかけ北海やバルト海、黒海、カスピ海、アラル海に生息する。またアイルランド、アメリカ合衆国、モロッコ、マダガスカル、チュニジア、 ニュージーランド、カナダ、スペインにも人為的に持ち込まれている。全長は45、50センチメートル。形態的には、ローチと非常によく似ているため、しばしば混同されるが、目の色が黄色でなくシンク色であることや背びれの筋が8から9本と若干少ないことで見分けられる。さらにややこしいことに、これらの種は交雑して雑種を作ることもできる。 ニュージーランドやカナダでは自然の生態系への影響が大きいことから外魚とされている。釣りでの餌はミミズ、ウジやウジのサナギ、スイートコーンが用いられる。ラットは水の流れの緩いところにいるので、浮きを利用した釣り方が一般的である。様々な淡水域に生息している魚であるため、年齢を問わず多くの人々にとって釣りの対象となっている。 フレイホフ、J& コテイラット、M2008、スカーディニアス・エディス・ロフ・サルマス、イン、IUCN2008、2008IUCN、レッドリスト・オブ・セレット・ンド・スピーシーズ、www.iucnredlist.org。ダウンロガド・オン16エープリル2009。ありがとうございます。